おはようございます。本日は日本百名山の御嶽山に登りに来ています。御嶽山には今までね2回ほど登っていますけども、すべてね、長野県側から登っていました。で今日は、岐阜県側の濁り湖温泉の登山口の方から登ってきました。でまずは最初は、こういった原生林の森を進んでいきます。このね前半の森はちょっと北八ヶ岳を思わせるような苔の森ですね。すごい綺麗です。木道ですね。結構ね岩や木の根っこが多くてすごく足元が悪いんで、この木道めちゃくちゃ助かりますね。ここは木の階段ですね。かなり長いです。あ、また数字があった。10。さっきは9で、今度は10。何の数字だろう。上水岩へ、あと200メートル。今ね、上水岩と12番の番号を通り過ぎました。上水岩、思ってた以上に大きかったですね。あの三角に尖ってる感じが上水の頭に似てるってことでしょうね。一応あの上水岩はこのコースの、まあ、名物の一つになっています。はい、今度15番の看板ですね。ここに42分の15って書いてあるので、42番まで多分番号があるんですね。先ほどの湯の花峠まではだいたいスタートから1時間ぐらいでしたね。で今17番を過ぎてちょっとね、今度は石畳の登山道になっています。はい、カエル岩ですね。この岩もねさっきの上水岩と一緒でこのコースの名物です。カエル岩からすぐのところに20番の看板がありました。22番の看板があって、覗き岩60メートルって書いてありますね。覗き岩に到着しました。すごい眺めですね。このね残雪の白と濃い緑でゼブラになっていてかっこいい模様です。こののぞき岩には避難小屋もありますね。のぞき岩避難小屋。雪ですね。のぞき岩を越えたあたりから雪が出てきました。29番の看板。お助け水まであと30メートル。ずっと雪道ですね。眺めが良くなってきました。多分
多分あれマリステンだと思います。で、残雪があって下を見るとすごい広い裾野ですね。で、遠くには真っ白な白山、すごい。雪道のトラバースですね。慎重に行きたいと思います。滑り落ちないように。うお、怖い。これも滑ったら完全に止まらないですね。すごい。危ない、危ない、怖い。二つ目の雪道トラバースです。ここも相当な斜面ですね。滑ったら絶対止まらないです。で、このハイマス帯の登りがめちゃくちゃしんどいですね。さすが3000メートルある山だけあって空気が薄いですね。とにかく息が上がってしょうがない。火山の山らしくなってきました。溶岩が冷えた岩がゴロゴロしています。もうね、5月下旬ですけど風が冷たい。さすが3000メートル級の残雪期は風がまだまだ冬ですね。この雪声かな。あ、でこっちが飛騨頂上だと思います。まずは飛騨頂上へ向かいます。飛騨頂上到着。2811メートル。さあ、ドラゴンアイはどうだ。おお、おお、はい、なんとかね、三ノ池のドラゴンアイ見れました。ちょっとまだね、不完全ですけど、氷の白と池の青がね、非常に綺麗ですね。氷にひびも入っていて、芸術的です。今日はね、このドラゴンアイを見ることが目的だったんで、見れてよかったですね。まあ、不完全というか、半目状態というか、完全なドラゴンアイではなかったですけども、これだけでも見れてよかったです。時間があればね、この下もね、少し降りていってみたいと思います。はい、で、こっちが四の池ですね。水はほとんどなくて、中に少しね、川みたいに水が流れてますけど、これが四の池。で、あっちが天子岳ですね。時間があったらあっちにも行ってみたいと思います。で、先ほど山頂を踏んだ飛騨頂上ですね。
で、こっちがマリステンですね。今からね、あそこマリステンの山頂を目指したいと思います。岩が真っ黒な岩になってきました。マリステン山頂が見えました。ここね、下道じゃなくて尾根のね、痩せ尾根の上のルートをたどっていますけど、まあ結構な足場ですね。非常に危険でした。あとちょっとです。マリステン山頂 2959.2m。
って三ノ池まで下ってみようと思います。あの辺りがね、五の池小屋のある飛騨山頂ですね。そこからずっと三の池の外周を回ってきています。いや素晴らしいですね、本当にこの三の池のドラゴンアイ。完全じゃないですけどね、不完全なドラゴンアイですけど、いや初めて見たんですごい感動してます。はい、三の池のほとりまで降りてきました。この池に浮いている氷が流氷みたいで綺麗です。あと一週間ぐらいで完璧なねドラゴンアイになると思います。ただね、まあこれはこれで非常に綺麗だったんで大満足しています。ではね、もう時間が2時前なので下山しようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。